現森村は株式会社マイコンの小原の社長。食品新聞に味覚の魔術師と紹介された。お笑い、番組役者、料理研究家、ラーメン店店長、ラジオ番組、パーソンリティ、キノコ研究家、農業、ホタル飼育、古代史山大国研究家、高校時代に実家の視点でアルバイトの時、万年再開の花園店が10日で、 売り上げトップになった。学生時代に、北辰美のラーメン店でのアルバイト、塩昆布の煮汁を豚骨ラーメンの醤油だれに使った、豚骨醤油が大ブームになった。卒業後、家業の昆布省に入店と同時に、洋魚館と名付けられた船場店の店長になった。洋魚館という屋号は、大鳥玄家の先祖が、室町時代淡路細川守護で、 大土以上というお城の天守閣の名前を養養館と、いい、居宅としていた。淡路養養館は、剣道や禅にも使用されて、精神修行の道場になっていた。道場が使われていない時は、近所のお年寄りが集まる老人ホームとなっていた。先代の正一は、他人の飯を食わせろという周りの反対を押し切る、代わりに、船場の裏通り絶対に流行らない実地を選んで、 用予感と屋号をつけて店長にした。船場店の店長になると、あまりの暇さに、店の裏で昆布を炊き始めた。毎日試行錯誤して炊いた昆布を試食販売するが、毎日味付けも食材も違っていた。ファンも増えたが、外れに当たった客の、まずいという悪評も多かった。翌3月の農林水産祭り全国食べ物店の品評会で大阪府知事賞を受賞した。 還元爆芽や水飴、ステビアといった食品業界で使う甘味料の味覚曲線、舌に感じ始めてから消えていく時間が違うことに興味を持ち、複数混ぜて甘辛の食感に興味を持った。ラーメン時代のリンゴやパイナップルといった果物のまろやかさとあんこやあごといった隠し味を加え、味覚を自在に作り上げることに興味を持ち1994年。 農林水産大臣賞、農林水産祭り全国食べ物店の品評会にて、お最年少の29歳で受賞した。学生時代キノコのバイオ栽培を勉強していたことも、ある。古い文化住宅を借りて、椎茸の後輩で変異株を培養をしていた。冷蔵庫は、試験管が並び椎茸の資金が入っていた。押入れは、無菌室があった。ある時、 彼女と旅行から帰ってきたら部屋中緑色だった。部屋に忍び込んでペンキを塗るいたずらをされたのかと思ってよく見ると部屋中はおカビだらけになっていた。年中エアコンで室温を一定に保っていたが旅行に行く前に彼女がエアコンを止めたらしい。キノコの研究室が使えなくなり犬を研究するのは止めた。1998年の未曾有の昆布の大凶作に遭遇。 健康に良い,い発酵塩昆布の開発に没頭し、アケビの花びらの野生酵母を取り出し、果物の培地を使って昆布を発酵させることに成功した。大阪府から研究開発資金を獲得し、大阪府立大学と共同研究を経て、発酵食品である塩昆布、マイコンを開発、商品化した。ありがとうございます。